こんにちは、モンスト大好き霊夢です。マリサだぜ。今回は、祝、サブアカ解説記念ガチャ、ルシファーが現れるまでリゼマラしてやんよ。ということでやっていきたいと思います。待望のサブアカということで、本アカで全く出る気配すらしないこの2体を、何としてもゲットしてスタートするって、ウプ主もめっちゃ気合入ってるぜ。それと人生初のリセマラが、ようやく体験できるかもということで、顔合わせやクエスト消化を鬼のように消化した結果、これだけのオーブをかき集めてきたぜ。こんなアグレッシブなウプ主は見たことないよね。というわけで早速このオーブを全部使って、ガチャ回していきたいと思います。10連を4回と、あとの残りは単発で5回引いてくよ。1回目、初の星5は、一体どのキャラが出るのか、期待と不安が渦巻くサブアカガチャ、いよいよスタートだぜ。最初は2所持キャラの演出が多くなるので、編集で見やすくしてお送りするよ。一発目は見事なまでの爆死だったな。これは先行き不安だぜ。マリサ、そんなに心配することないよ。ダメだったらリセマラして、もう一回リスタートすればいいんだから。そんなにリラックスしてきてるガチャはないのだよ。予想外の確定ですか。二回目にしてまさかの確定演出。これはかなりの期待。サブアカで初の星5はナスカか。本アカでは持ってないキャラだし、ゲットできて嬉しいよ。さっきの確定演出がナスカだけとは思えない。この後もまだまだ期待できるぜ。ガブリエル持ったー。おいおい、まだ2回目だぞ。本アカではすでに3体いるし、今出たサブアカも合わせると4体目。サブアカでもお前の引き運は健在みたいだな。だが今欲しいのはルシファーとアーサー。お前の引き運すべてをこの2体に注いでくれよな。エメラルド持ったー。これで星5が3体目。本アカでは神化にしたので、今回は進化にしたいと思います。3回目。ガブが出た時点でもう大当たりみたいなもんだが、これでお目当ての2体でないとリセマラか、霊夢マジでリセマラできんのか。あたぼうよ、女に見言はないのだよマリサ。のガブに続いて今度は卑弥呼来ちまったぞ。おい、しかも本アカではルシア・アーサーと同じくらい出る気配すらしなかったのに、サブアカでこうもあっさり出るとか全く予想してなかったぜ。ガブに卑弥呼、マリサ、ぶっちゃけもうこのメンバーでサブアカ始めてもよくね。ルシカ・アーサー出るまで引くんだろ。嘘です、嘘です、ちょっと言ってみただけだよマリサ。それにまだオーブも残ってるし、これから出てくれるかもしれないから、諦めるのはまだ早いぜ。そうだね、これにルシなんか出てきた日には、もうしばらくガチャ引く必要なくなるもんね。最後に大小強小きたな。汎用性のある神化にして使っていきたいと思います。10連最後の4回目。で本日2回目の確定来てるぞ。前回の覇者道ガチャから、確定めっちゃよく出るね。この確定がルシへと繋がることになるのか、結末やいかに、ストライクセット。We'll be right back.
死に込みたいみたい。確定からの死に込みたいね。しかも3連続で限定キャラ来るとか、めったにお目にかかれない奇跡だよな。自分の引き運が良すぎて逆に怖いよ。でもここまでいいならなぜるしでないんだろうね。不思議で不思議でもう逆にわけわからんなってきたよ。残りオーブは25個。最後はシングルで5回引いてくぜ。まだ何かもう一回ドラマが待ってる気がするよ。そういや、シングルでガチャ引くのって、めちゃくちゃ久しぶりじゃねえか。よくシングルで引いた方が出やすいって人よく見るけど、私の場合は確実に10連で引く方が出やすいんだよね。まあほとんどが10連でしか引いてないってこともあるけど、まだモンスト始めたばかりで、ガチャ動画上げてない頃はよくシングルで引いてたけど、出るのは星4のキャラばっかで、あんまり、いい、印象のガチャじゃなかったんだよね。まあ、出る確率はシングルも10連も同じなんだろうだな。要は人それぞれの感じ方次第ってことだぜ。あとは単にうぷ主の編集が、シングルより10連のがはるかに編集が楽ってのもあるけどね。シングルだとヒッタリに、一回一回リアクション取らないといけないけど、10連は星5出た時にリアクション取るだけで済むからね。間違いなくそれが一番の理由だな。いちいち星4キャラにリアクション取ってるほど暇じゃないからね。そんなこんなでいよいよラストだぜ。やっぱりシングルは出る気配しないな。これだけオーブ残しても仕方ないし、最後に奇跡が起きるかもしれんしな。最後にルシが来てくれるのか、果たして結果は？最後の最後で卑弥呼様。本日、3体目の卑弥呼来たぞ。ルシは来てくれなかったけど、これはきっと神からの啓示だよ。本赤で出ないキャラを、このサブ赤で出た卑弥呼で、助けてやれってことなのかもしれない。覇者の塔23階が苦手で、突破するのに時間がかかって苦戦する日々の中、今回のサブ赤で救世主のごとく現れたナスカと卑弥呼、これをうぷ主の大好きなロストで例えるなら、君は神を信じるか？そっちは？自分の脊椎に腫瘍が見つかってその2日後、脊椎外科医が空から降ってきた。これが神の見業でないなら、一体何なんだ？今回のガチャで、うぷ主は真っ先にこのシーンが浮かんできたみたいだよ。確かにこれなら神を信じたくなるわな。はい、というわけでお送りしてきました今回のサブアカガチャ。これだけの神引きをリセマラするのはもったいないということで、このメンバーでサブアカ始めていきたいと思います。本当に企画倒しで申し訳ないけど、これだけの引きを、リセマラしてもう一回できるかって考えたら、多分無理だと思います。人生初のリセマラを体験できないのは残念だが、霊夢のリセマラすら許さない神引き。ってことで勘弁してくれだぜ。えへへ。それにしても初っ端から卑弥呼3体とか、実に異様な光景だぜ。まずは進化を2体と、神化を1体を目標に、進めていきたいと思います。次回は、星6確定ガチャ、サブアカで引いた動画を上げる予定なので、そちらもぜひともチェックしてくれよな。それじゃあ、今回はこの辺で失礼します。ご視聴、ありがとうございました。ご視聴、ありがとうございます。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。スマホ、タブレットからご覧の方は下の概要欄から、PC からご覧の方は、こちらの登録ボタンからそれぞれよろしくお願いします。それでは次回の動画でまた会いましょう。またねー。